今日映画制作の報告のため浜田知事を訪問したのは食の雑誌ダンチューの編集長で土佐のお客 PR 大使の上野康生さんです。実は上野さん今年3月に高知市で行われたトークショーでこんなことを言っていました。高知みんなで映画作りませんか。お客ということで高知の食文化の素晴らしさが全部入っていると海外に映画サイトが出してまあ、いや、そこ笑うとこじゃないですけどこのお客の映画化が早々に実現することになったんです。その名もドキュメンタリー映画お客です。皆さんがまだ詳細何も言ってないのにワクワクするねって言っていただきまして、やっぱりこう今コロナで何となく経済的にも政治的にも沈んでいる中でこのワクワクするっていうこの感覚ってものすごく大事だと僕は思ってまして、この辺完成したらですね大きいスクリーンでですねできれば外でですねみんなで見ながら大客をしてあげるというのがこんなに早く実現に向けてもう歩みを始められたから本当に決断に敬意を表します。本当にまたありがとうございます。いただきます。制作は上野さんが出演するグルメ番組上野食堂のスタッフが手掛け、来月から撮影を開始。上野さん自身が県内津々浦々を訪ね歩いて各地域のお客文化を紹介します。あ、まだあった。これはちょっとぜひ食べたい、買っていこう。うまい高知の皆さん当たり前のようにお客皆さんやってます。でもこれは本当に素晴らしい文化なので、これ日本各地、いやいや世界の皆さんにですねお客文化を知ってもらって、それを実体験をしてもらうために皆さんに高知に来てもらいましょう。映画お客は再来年春の公開を予定。現在制作に賛同する人からの協賛金を募っています。